プをしていただくのは浅木の皆さん。大口町に伝わる昔話、祭壇橋物語を題材に、母と子の愛、平和を願う思いを表現します。ストーリー性、メッセージ性が豊かな演舞となっておりますので、皆さんどうぞお楽しみください。祈り歌、未来を願う橋。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。宮崎大口町からやってまいりました浅木です、毎年このですね、ゼロ毎開催 in 武装出させていただいております。今日も大変楽しみにしてきました。ぜひぜひ私たちの踊り楽しんで見ていってください。よろしくお願いします。祈り歌、未来を願う橋。主人の時に